はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。現在ですね、モトローラの元 G8 と、短軸ジンバルで撮影しているところですけども、いかがですか？短軸でもこんなにブレが少なくない？いけてますよね。現在ですね、元 G8 には、ワイドレンズを使うと手ブレ補正が効くんですけれども、はい、すごくね、ワイドレンズなのにこんなにブレが少ない。素晴らしいね、この組み合わせ。超お手軽撮影セットということでね、いやこれはなかなかいけるんじゃないかな。普通の自撮り棒感覚で、これだけの映像を撮ることができるんで、なかなかいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、その元 G8 と今回のね、使用した短軸電動ジンバルですね、こちらは動画説明欄の方にリンクを貼っておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。この動画はね、過去にもそれぞれのレポートなんかも撮っておりますので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。ということで、さとちゅんチャンネルでした。なかなかいいね。